心霊スポットファイル1221、首吊り廃墟。首吊り廃墟とは大阪府大阪市にある心霊スポット。新世界にある全焼したビル。屋上で死後数年が経った首吊り白骨死体が発見されたという。その白骨死体が見つかってから2件の首吊りが相次いだという噂がある。怪談新耳袋で紹介された、心霊スポットファイル1222、千日デパート火災跡。千日デパート火災跡とは大阪府大阪市にある心霊スポット。100人を超える消費者が出たデパート跡。プランタン難波から幾度も名前が変えられ今はビッグカメラになっている。バイトにお守りが配られる、残業をしている人が行方不明になったといった噂がある。深夜に火災の発生を告げる館内放送が流れる。閉まっているシャッターを叩く音が聞こえる。一人しか乗っていないエレベーターで定員オーバーのブザーが鳴る。エスカレーターに霊が出る等様々な霊現象が報告されている。他にもトイレや屋上、階段や現場周辺でも霊現象の報告が絶えない。心霊スポットファイル1223。9位コマトンネル。9位コマトンネルとは大阪府東大阪市にある心霊スポット。工事は難航を極め落盤事故が起き20人の犠牲者が出た。作業員の中には朝鮮人労働者も多数いたため避難を浴びることになった。開通後もトンネル内で車両が炎上し23名が死亡し75名が負傷した。翌年には再び火災発生により40名が負傷。さらに翌年に急行列車の追突事故により49名が死亡し負傷者は282名にも及んだ。人影がトンネル内に入り姿を消す。トンネル付近で白い影を見たといった目撃証言がある。現在は柵が設置され入ることができない。心霊スポットファイル1224。リバーサイド病院。リバーサイド病院とは大阪府堺市にある心霊スポット。ここには周囲の住民の反対を押し切って開業した精神病院があった。怪しい治療が行われているとの噂があり死者も頻繁に出ていたという。閉鎖後に残された精神薬を持ち帰るなどの事件を起こし現在は取り壊されている。霊に引っ張られた、カルテを持ち帰った人が取り憑かれた。近くを車で通ると霊が乗ってくるといった噂があった。心霊スポットファイル1225。皆殺しの館跡。皆殺しの館跡とは大阪府泉南郡熊取町にある心霊スポット。ある日狂った父が妻子を日本刀で惨殺し最後は自分の命を絶ったという噂がある。家の中に入ったり表札の名前を口に出して読むと呪われるという話が広まった。しばらくして高速道路工事のため家は取り壊されることとなったが作業員が次々と謎の変死を遂げたため取り壊しは中止になった。家族の霊を供養のため上皇寺が建てられたが管理者が亡くなってから放置されいつしか荒れ地となった。寺の中にはお経が書かれた障子や髪の毛の束が落ちていたり奇妙な声が聞こえたり人影が見えるという噂もあった。台所で老婆の首吊り死体が見つかったとの話もある。上皇寺は火事で焼け崩れ現在は何もない荒れ地になっている。心霊スポットファイル1226。ホトトギス旅館。ホトトギス旅館とは大阪府阪南市にある心霊スポット。もともとこの辺りはいくつかの旅館で賑わっていたが現在は全てが廃業になって取り壊されている。唯一この旅館だけが当時のままの姿で残されている。建物内で不老者が死亡していた。白い服の女性が出るという噂がある。心霊スポットファイル1227。妙見山。妙見山とは大阪府豊野郡の瀬町にある心霊スポット。死置き場と呼ばれ処刑が行われた場所。戦国時代には生首谷や地獄谷と呼ばれていたという。斬首刑により落とされた罪人たちの首が大量に転がっていたと言われている。処刑された首のない罪人の霊が目撃されている。心霊スポットファイル1228。滝畑第三トンネル。滝畑第三トンネルとは大阪府河内長野市にある心霊スポット。滝畑ダムの近くにあるトンネル。第三トンネルや潮付随道とも呼ばれている。首なしライダーの出現。ガラスに血の手形。少女の霊が歩いている等の噂がある。トンネルの先には狭い道があり、その先には小さなお地蔵さんがいくつも並んでいる。その場所は若い女性が殺されて埋められた場所らしい。心霊スポットファイル1229。平岡神社。平岡神社とは大阪府東大阪市にある心霊スポット。
老婆の身投げ伝説が残されており古くから老婆の霊が出ると言われている。神社の近くに住んでいた病気に苦しみ自殺した老婆の霊という噂もある。また乳母が池付近で強盗により殺害された老婆という噂もある。さらにここには首洗い井戸と呼ばれる井戸があり足利尊氏に敗れた楠木正幸の首が現れたという。そのため井戸の近くでは武将の霊がよく目撃されている。心霊スポットファイル1230。早山荘。早山荘とは大阪府大東市にある心霊スポット。生駒さんの中腹にあった焼肉屋の廃墟。2018年7月の豪雨で発生した土砂崩れのため1階部分が土砂に埋まり閉業した。ここでは女性の霊が出ると言われているようだ。近くには墓地と動物霊園や心霊スポットと言われている須浜神社がある。この立地が心霊現象と関係しているのではないかと言われている。心霊スポットファイル1231。滝畑ダム。滝畑ダムとは大阪府河内長野市にある心霊スポット。キャンプ場や遊歩道が整備されており行楽地としても賑わっている。自殺者が多発している。ダムに引きずり込まれるといった噂がある。ダムに架かる湯月橋に老婆の霊が出現するといった噂もある。またダムへ繋がっている4本のトンネルを車で通過すると車体に無数の手形がつくという話もある。心霊スポットファイル1232。梨の木髄堂。梨の木髄堂とは大阪府河内長野市にある心霊スポット。トンネル自体は短めで暗い。交通事故や自殺した者の霊が現れると言われている。顔の半分が焼けただれた霊の目撃や車で通ると窓ガラスに血の手形がついているとの報告がある。トンネル内で車を止めてクラクションを鳴らすと少女の霊が現れどこまでもついてくるのだという。心霊スポットファイル1233。山田池公園。山田池公園とは大阪府枚方市にある心霊スポット。枚方八景のうちの一つで池から望む月が綺麗だということで景勝地になっている。自殺の名所で首吊り自殺、池での入水自殺や水死体の発見、トイレで焼身自殺があったという噂がある。また園内に美月橋という吊り橋がかかっており飛び降り自殺が後を絶たない。トイレの電気が点滅し写真を撮ると女の顔が映っていた。赤い三輪車に乗った男の子が猛スピードで追いかけてくるといった噂がある。心霊スポットファイル1234。一流旅館。一流旅館とは大阪府貝塚市にある心霊スポット。廃墟と化した旅館。服毒自殺を図ったカップルがおり女性が苦しむ姿を見て男性が逃げ出すという事件があったらしい。その事件があってから2階の窓から女の人が通る人を眺めているのだという。逃げ出した男性を今も探しているのではないかと言われている。オーナーが自殺したという噂もある。心霊スポットファイル1235。野間トンネル。野間トンネルとは大阪府豊野郡豊野町にある心霊スポット。妙見山という霊山にあるトンネル。白い服を着た女性の霊が出るという噂がある。タクシーの運転手が目撃することが多いようだ。トンネル近くのカーブで事故が多発している場所でもある。心霊スポットファイル1236。長井公園の公衆トイレ。長井公園の公衆トイレとは大阪府大阪市にある心霊スポット。女性の幽霊や首を吊った男性の霊を見たとの噂が報告されている。女性は野外ライブに来ていた時に落雷事故で亡くなった。男性は痴漢で逮捕され釈放後に自殺したと言われている。心霊スポットファイル1237。犬鳴山トンネル。犬鳴山トンネルとは大阪府泉佐野市にある心霊スポット。大阪屈指の心霊トンネル。修験道にも使われていた鷹山であり非常に霊力の強い場所と言われている。トンネル内に少女の霊、トンネル入り口には少年の霊が現れるとの噂がある。トンネルの前で車を止めていると見知らぬ女性から、車に乗せてほしい、と声をかけられたとの証言もある。心霊スポットファイル1238。泉の広場。泉の広場とは大阪府大阪市にある心霊スポット。大阪屈指の地下街のホワイト梅田の一角に存在している。2チャンネルや心霊系サイトで赤い女の噂が広まった。赤い服を着ている女性が泉の広場周辺を歩いているとの報告があり正体を確かめるために現地まで足を運ぶ者が続出した。その中の一人が赤い女を見つけ声をかけようとしたところものすごい勢いで髪を振り乱しながら近づいてきたそうだ。
顔は無表情で目は白い部分がなく絵の具で塗りつぶしたかのような真っ黒だという、そんな異様な光景を周囲の人は誰も気にかける様子はなかったという、そのことから赤い女の正体は実は幽霊だという噂が囁かれるようになった。その後も赤い女はたびたび目撃されている、心霊スポットファイル1239、ホテル関西308号室。ホテル関西308号室とは大阪府大阪市にある心霊スポット。なぜか一室だけいつも空いているのだという。予約するときに本当に借りるのかと念を押される。部屋に髪の毛の束が落ちている。窓のような扉を開けると神棚がある。ベッドの壁側から坊主頭の顔が現れる。頭が二つある黒い顔の赤ちゃんが現れるといった噂がある。心霊スポットファイル1240。さつき山。さつき山とは大阪府池田市にある心霊スポット。大阪の夜景スポットとして有名。特に絶景を眺められるのがさつき山霊園と言われている。展望台の近くにあるトイレの同じ個室で毎年のように首を吊る人がいるという。そのせいかトイレの近くでは女性の幽霊を目撃したという証言が多発している。また展望台を登っていると背後から足音が聞こえるものの振り返っても誰もいないという現象も報告されている。また近くのトンネルではランドセルを背負った小学生の女の子の幽霊も目撃されている。